コンスタンティノポリスの差し絵。着色は手作業。ニュルンベルク年代記はドイツの医者、人文学者のハルトマン・シェーデルがラテン語で書いた年代記。ゲオルク・アルトのドイツ語訳と合わせてインキュナブラとして1493年に出版された。その当時の慣例通り、この本には表紙がない。冒頭の記述からとってラテン学者はこの本を ただの、年代記と呼ぶ。英語圏では出版された都市にちなんで、ニュルンベルク年代記、ドイツ語圏では、著者名をつけて、シェーベルの世界史と呼ばれることが多い。現存する本の挿絵は着色されていることが多いが、これは印刷後に手で塗られたものである。この年代記では、世界史を7つの時代に区分して解説している。全員長の挿絵。 年代記は1493年7月12日、ニュルンベルクで、ラテン語で出版された。同じ年の12月23日にドイツ語訳が出版された。ラテン語で1400から1500冊、ドイツ語で700から1000冊が出版された。1509年の本の奥付けには、この時までに、ラテン語として539冊。 ドイツ語として60冊が出版されたことが書かれている。現在、ラテン語本が約400冊、ドイツ語訳本が約300冊が残っている。差し絵が着色された本も多く、この着色専門の業者もあったほどだった。その差し絵だけが、オールドマスタープリントとして、水彩で着色されて売られたことも多い。 また、刺し絵だけが切り取られて売られることもあった。印刷、出版は、画家アルブレヒト・デューラーの大父母、アントン・コーベルガーが言った。コーベルガーは、デューラーの生まれた1471年、金細工職人を辞めて印刷家、出版家になり、ドイツの初期の出版家として、最も成功した一人となった。最終的には、 印刷機24台を所有し、リヨンやブダペストなどドイツの諸都市に多くの視点を出した。大きなアトリエを持つニュルンベルクの画家、ミヒャエル・ボルゲムートが1809という大量の基板画を提供した。ボルゲムートとその孫ビルヘルム・プライデンブルフに対して1487年から1488年頃に初めて差し絵の要請がなされ、 1491年12月29日に追加の差し絵と説明文を提供するさらなる契約がなされた。1490年の日付が入ったボルゲムートによる詳細な原画が大英博物館に収められている。ゼバスティアン・カメルマイスターとゼーバルト・シュライアーは1492年3月16日、この年代記に対して巨大な資金を提供した。 捉らえられたライオン魚の挿絵。カブランガイの絵は、広大の落書きである。アルブレヒト・デューラーは1486年から1489年まで、ボルゲムートの見習いをしており、この年代記の挿絵の作成に参加した可能性がある。ただしこの年代記出版前後の1490年から1494年までの間、デューラーは旅行をしていた。 見開きの様子同時期の他の本と同様、同じ挿絵が何回か使われている。例えば同じ絵が、説明文だけを変えて、街の様子と戦争の挿絵に使われている。繰り返しを省くと、使われている基板画は645である。この本は、かなり大きく、2ページにわたって描かれている絵の大きさは 342x500mm である。 ニュルンベルクだけが説明もなしで2ページにわたって描かれている。ベネツィアの絵も比較的大きく詳細であり、これは元は1486年にエアハルトロイビヒが旅行ガリを郊外土用に描いた挿絵である。この他にも別の本から流用した挿絵がいくつかあることが確認されている。フィレンツェの挿絵はフランチェスコ・ロッセリが彫刻したものである。 コモンズにはこの本の400以上の画像が収められている。ありがとうございます。